3秒を切りました。1レース2次予選 C スタートしました。ゼロのスタートは真ん中2番藤川遅れました。1番の浅野か3番の鈴木誠一か。10メートルのスタートは4番林、5番の鈴木正光。鈴木正光が真ん中からかましていきました。今4番手につけます。そこについてきた6番鈴木一馬、4番の林は遅れまして6番手、8番遠藤7番手、7番真ん中最後方です。レースは2周目。1番浅野がスタートを残して逃げ体勢を作ります。3番の鈴木誠一2番手、3番手は5番の鈴木正光。3コーナーで3番の鈴木誠一が仕掛けます。1番の浅野を捉えて先頭に上がりました。3番手5番鈴木正光、その後ろが6番の鈴木一馬、8番遠藤、その後5番手です。前は3番鈴木誠一にやり返すか、1番の浅野少し危ないか、行ききれず2番手、3番手内を狙った鈴木正光入りきれず、外から6番の鈴木一馬が並んできます。3番手4番手は並走、5番の鈴木正光と6番の鈴木一馬、大きく外に振った6番鈴木一馬に対して内をついた8番の遠藤、8番の遠藤が5番の鈴木正光を捉えました。やや流れて内が開く、4番林博明が突っ込んできた。3番手争い大混戦の中、4番の林博明が上がってきました。その後8番の遠藤、5番の鈴木正光、外から6番の鈴木一馬、残りは2周の終盤戦です。先頭は3番の林、鈴木誠一がちぎっています。2番手が1番の浅野、3番手は4番の林、外からは6番の鈴木一馬、8番の遠藤は間に挟まって少し下がってしまいました。4コーナーを立ち上がりますと残り1周、2番手争いは大混戦です。青旗振られてファイナルラップ、3番の鈴木誠一は独走、2番手争いがポイント、浅野に対して6番鈴木一馬がまくってきた。6番鈴木一馬まくり決まって2番手に上がる、1番浅野抵抗するが3番手、その後はまくった5番の鈴木正光が3番手に上がってきた。林浅野はその後ろ、最後の直線鈴木誠一ぶっちぎりゴールイン、2番手6番鈴木一馬、3番手5番鈴木正光。1番人気3番篠崎、続いて8番西原、6番中口の順です。スタートまで3秒を切りました。7レース、グレードレース7、二次予選 B スタートしました。ゼロのスタートは1番の清水が出ていきます。10メートルのスタートは外から4番の塚越が先手を奪っていきました。おっと危ない、8番西原、6番の中口やや交錯、7番の渡辺もかなり後ろからとなりました。6番7番そして8番も後方からの展開です。前は1番の清水、2番手が4番の塚越、3番手に3番の篠崎上がってきました。2番の藤川4番手、5番の佐藤真也が5番手から1車かわして4番手です。後方はやや序盤スタート後1コーナーで乱れがあって、8番西原が6番手、7番渡辺、6番中口は後方です。先頭1番の清水レースをリードします。10戦勢がそれを追って4番塚越、3番の篠崎です。3番の篠崎としてはスタートで4番塚越に先行を許しやや苦しい体勢です。今3番手から前を追っています。その後ろは5番の佐藤真也が4番手、5番手以下は少し距離が空いています。2番の藤川、8番の西原、レースは後半の残り3周回、1番の清水隆がレースを引っ張ります。清水が先頭を塚越2番手、3番の篠崎3番手、そこに接近するか5番の佐藤真也、前4車、そこに8番の西原がじわじわ迫ってきてという形です。残り2周半、今3コーナーに入ります。清水先頭、塚越2番手、篠崎3番手、体勢は変わらず、塚越が清水を捕まえきれるかどうか。残り2周、後ろでチャンスを伺う3番の篠崎、その後ろインコースじっと我慢佐藤真也が篠崎をかわしました。3番手に上がってきています。8番の西原もイン割ってきて4番手、篠崎は苦しい体勢5番手です。先頭1番の清水、レース終盤リードを広げました。塚越追い切れない、8番西原が苦しい位置から3番手に追い込んで青旗振られてファイナルラップ、8番の西原が争いに加わってきている。前は1番清水完全抜け出した、2番手は4番塚越、外から8番の西原のまくり、8番西原が最終コーナーでまくって2番手に上がりました。篠崎はその後ろ4番手佐藤真也と3番手争いです。1番清水押し切ってゴールイン、西原2番手、塚越3番手。1845-3という入線順です。7レース審議が行われます。着内審議です。確定までは今しばらくお待ちください。
4レース一般戦 B スタートしました。ゼロ戦のスタート1番橋本やや立ち遅れ、2番の馬場、そして3番の岡谷美幸トップスタートを決めていきました。岡谷好スタート。10メートル勢は6番の鈴木誠二が出たか、内をついてくるのが5番の鈴木健吾、外を回します7番の山浦です。8番の花田は最後方からの展開です。レースは2周目、3番岡谷の主導権、ついて回る4番の今田、この両者がレースを引っ張ります。3番手2番の馬場、その後は内から6番鈴木誠二、外からは7番の山浦博之、7番山浦が鈴木誠二よりまくって前に出たか、8番花田は今6番手からまくって上がって5番手です。前は3番岡谷を捉えた4番の今田慎介が抜け出しています。今田が先頭、岡谷くるい仕掛けか、それとも切り返すか。残り1周、山浦が切り返しの体勢を取ろうとしましたが届かず。残り1周、青旗振られてファイナルラップ、まくって3番手に上がった花田和樹、花田和樹が残り半周で前を追っていますが、今田先頭、山浦2番手、体勢は変わりません。花田和樹は3番手で最後の直線を迎えています。山浦外から開けていますが少し流れている。4番今田慎介振り切りました、五輪。インコースから狙ってきた4番の岩品センター、岩品がロスなく内からさばいて先頭に上がります。外から応戦2番佐藤大地、まだ伸ばしてきます。佐藤も負けていません。残り1周回、青旗振られてファイナルラップ、この両者の争いよ。7番小林瑞希が上がってきた、2番佐藤少し弾かれたか、3番手8番黒川京介が上昇しています。先頭は4番の岩品、2番手7番小林瑞希、3番手8番黒川京介、その後は1番片野。最終コーナーを立ち上がって直線、小林が内から覗く、小林か岩品か並んでゴールイン。小林瑞希先頭でゴール。2番手、3番手は1番の藤川、4番の深谷外を回す。最終半勢はやや伸びがないか、まだ中段より後ろ、8番の鈴木博一が5番手、その後に6番の笠木、7番渡辺スタートで遅れて外に持ち出していますが、まだ7番手、最後方5番の深谷、5番の藤波です。おっと落車、4番の深谷が落車、3番の石貝、そして7番の渡辺もやや煽り受けました。先頭2番の鈴木辰巳、2番手8番の鈴木博一、3番手